よし、OK です。こんにちは、ヨです。皆さん、撮影が終わってもですね、私ドッカンバトル三昧なんですけれども、本日はですね、前回与えていただいた課題ですね、ギニュー特戦隊とバーダックチーム以外を、10体ドッカン覚醒させるというね課題をいただいたんですけれども、前回 の、 放送でもありました、僕ブロリーさんが本当に大好きなので、ちょっとね、最後の1体ブロリーさんを頑張ってドッカン覚醒させたいと思います。実はですね、ブロリーさん僕2体持ってまして、ちょっとどっちをドッカン覚醒させようかなって思ったんですけど、ちょっと見せますね、このブロリーさんとですね、このブロリーさんですね、でどっちがいいかなと思ったんですけど、僕のスタメンのチームに入ってますですね、ケールさんが連続攻撃ができるんですけど、こっちのブロリーさんもですね、その能力を持ってるということで、ちょっと今回こっちをね、ドッカン覚醒させていただきたいなと思いますんで、イベント初挑戦なんですけれども、お松さんに聞いたところ、ステージ3までこのイベントを進めればかなり、そこの3でめちゃめちゃこの覚醒メダルをもらえるということをですね聞いたんで、こっそり聞いちゃったんですよ。なのでちょっとそれチャレンジしたいなと思います。見てください、この破滅を呼ぶバーサーカーですって、これね、3まで行きましたから、ちょっと今チャレンジしていきますよ。前回の課題で作りましたギニュー特戦隊チームとバーダックチームあるんですけれども、個人的にですね、僕すごいギニュー特戦隊チームがすごい使いやすいので、今回はギニューチームでチャレンジしたいと思います。それでですね、実はこのかさんがですね、今フレンドの一番上に出てきてくれたので、このかさんと協力してやりたいと思いますよ。皆さん、じゃあちょっと早速チャレンジしたいと思います。大好きなブロリーさんをね、ぶっ倒しますよ。いきます。よし、まあここはまあカプセルを取りますよね、そりゃね。どう取っていこうかな。これなんかあれなんですかね、見てる皆様はこうなんかこう左と右で分岐した時どっち行くかとかあるんですかね。僕はなんか本当に単純な人間なんで、カプセルがいっぱいある方を選んでるんですけど、なんか皆さんあったりするんですかね、そういうのも聞けたらなーなんて思ってますけど。早いな、ブローリーさんに行くのが。行きます。お、早速フレンドこのかさんが一番最初に来てますね。ちょっと待ってよ。あ、こうすればリンクスキルマックスか。 OK、 よっしゃ、これはいけるでしょ。ゲージ2ですし、そんなね、復活してもらっちゃ困りますから。はい、全員必殺技確定。はい、いきます、ミルキーキャノンですね。あ、はい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 、やっぱギニューさん強いな。最後ジャベリー、これ倒すんじゃないですか。はいはいはい、まあでもこれどうせ来るでしょう。はいはいはい、来ると思ったんですよ。やるんですよこの人たちね、え、衝撃戦ですから、これぐらいは読んでますけど。ゲージは、あ、2のまま。なるほどね、衝撃戦ですよねこれ。大丈夫、ちょっとブロリーさん、ちょっと余裕かましてますけど、全然もういっちゃいますよ。リクームレイザーキャノン、どんぐらい減るんですか。あ、もうめっちゃ減るじゃん、リクームレイザーキャノン、めっちゃ減る。ブルーインパルスでこれとどめ、全然減らないんだけど、ブルーインパルス全然減らないんだけど、ちょっと大丈夫これ、81ってある。オメガブラスター、ちょっと、あ、まあ32000、まあまあ全然 HP はまあありますよね。属性ですねきっとね、これね、うん、全然減らないな、全然減らなかったぞ。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくれ。ジースで行って、木玉がちょっとないけど、まあこれでまあ必殺確定させての、ちょっと雰囲気怪しいぞこれ。幸先良かったくせに。クラッシャーボール減ってくれ、143。え、ちょっと待って、最初なんでそんな減ったんだ、最初はなんでそんな減ったんだ。これは最後ジャベリー、え、ちょっと待って、すごい不安、全然倒せないんですけど。いや、だってみんなこれ必殺技確定してますからね、これさっきの。おい、わかった、コノカさんが強えんだこれ。僕、あ、え、されましたね、また。今度ゲージ4ですわ、今度ゲージ4。これは分かったぞ、
なるほどね。ほのかさんをめっちゃ使えばいいんだ。ほのかさんめっちゃ使わせていただきます。あとはこの人のブロリーさんの攻撃がどれぐらい強いか。あ、全然大丈夫ですね。全然大丈夫だ。これはいけるでしょ。これはどれぐらい減るんだ。全然減らない。174。義勇特戦隊総出の必殺技出したのに174だったんですけど、大丈夫かいこれ。全然減ってないぞ。ちょっとね、またこのかさん戻ってきたんで。やばい、初めて見るエフェクト出てる。なんか全体攻撃のこのなんか矢印、これやばいでしょ。ちょっとほのかさん頼むよ。これやってくれないとちょっとこれやばいっすよ。これまあ最初ほのかさんからミルキーキャノン。え、ちょっと待って、ほのかさんですら132なんですけど、これ結構絶望じゃないですかこれ。ちょっと待てよ、これ大丈夫か。全然減ってないけど、ちょっと待って、やばい、結構減ってきてる。これでしょ。やっての、やっぱ木玉が全然ちょっとダメっすね。やっぱこういう時もサポートアイテムとかやっぱ大事ですよね。そういうのちょっと考えるけど、1と2が結構僕の中で楽勝な感じだったんで、ちょっと舐めてましたねブロリーさんの。でもたまにめっちゃ効くな。なんなのこれ。ブロリーさんツンデレ？すごいたまに効くじゃん。でもまだやっぱ メモリはね2しか減らせてないんですよ。おお、なんでたまに効くんだろうこれ。何？どういう？ブロリーさんももしかしたらこれ油断してますね。これね、どういうこれあれなんだ。やばい、また全体攻撃来た。全体攻撃来てる。これはやばいぞ。全体攻撃される前にとどめ刺さないとやばい。いやもうこのかさんの、お、ドッカモード発動。ドッカモード発動。来ました。これいくよ。これはね、あ、やばい、よし、まあ、1個見せて。これがまた面白いんですよ。リズムゲーみたいなちょっと要素もありつつね、このエフェクトもかっこいいの。バキバキ割れてますから画面が。すごいよクラッシャーボール。うん、こんだけエフェクトあって216、こんだけエフェクトあったら216。うん、頑張って。これこのかさんにかかってるからね。もう総出のこのすごいエフェクトのこの、これやってどんだけ減るんだ。さあ見せてくれ。あんた来ました、17万。いけるぞ。ただやばい、全体攻撃食らってる。全体攻撃めっちゃ食らってる。耐えろ。おお、ディフェンス強いっすね。100ぐらいしか食らわせられなかったっすねブロリーさん。これラスト、これもういけんちゃいますの。これもういけますよ。これでいけなかったらもうちょっとブロリーさん思わせぶりなんじゃない。あ、やばい、必殺技でもなんでもないのに2万ぐらい食らいましたね。ちょっとやばいぞ。頼む、もうこれは分かった。悟空さんに擬態してるこのあれですね、義乳さんがもう鍵ですわ。分かっちゃった、もう絶対そうだ。この人にこう相性が良くないんじゃないですかね。これもやばいぞ。オメガブラスター耐えろ。やべ、7万。これでいってくれ。144か。これこのかさんバージョンじゃないからな。このか、なんでだ、なんでか知らないけど、ジースがとどめさ32万で KO です。これでもう出てくんなよ。ありがとうございます。倒しましたよ、覚醒メダル7。ありがとうございます。いや長かったっすね。フィニッシュさせていただきます。クリア。ちょっとね、最後のリザルト画面までちょっと気が抜けないんで、ね、本当にメダルをいただけたのかっていう、本当に違うのだったら泣きますよ俺。本当にアイス、これですね。これが、ブロリーさんを覚醒させるための必要メダルなんで、まあ、ちょっとねこのブロリーさん、あの77枚かな、35枚かな、ちょっと多いんですけど、77枚必要なんで、ちょっと引き続き、このブロリーさんドッカン覚醒させるために頑張りたいと思います。
皆さん、ご存知でしょうか。このね、今やってますね、このドッカンフェスのこのガシャ、あの前回の放送でもあったんですけど、僕本当にあのまあベジータさん好きってまあ初回から言ってるんですけど、もう本当にね同じぐらいブロリーさんが大好きなんですよ。でまあ正直に言います、何回か弾いたっす。なんすけど、なんですけど、このね、この一番欲しいドッカンフェス限定のブロリーさんが出ないんですよ。でもね、何百もあった流石も156なんですよ。で今後やっぱりこうコンティニューしたりとかいろいろあると思うので、そんなにゼロにはできない。だからちょっとね、このかさんの力をちょっとだけお借りして、10連ガシャでこのブロリー絶対出します。今の僕は乗ってますから、いきます。マジで出てください、本当に出てください。ガシャ頼む、頼むぞ。うん、仲間がチャオズとブー、ちょっと不安だけど、引っ張っていけ。頼む頼む、カットイン、カットイン1、カットイン1、カットイン1、2で、スーパーサイズ3にはならないか、にはならないんだ。頼むぞ、これで出たら本当に持ってるよ。これで出たら本当に皆さんにドッグアンバサダーとして認めていただけるのではないかと勝手に思ってます。おんおー、はい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 、まあ、ウーブいいですね。ウーブ持ってなかったから、はいはいはい、うん、アルティメットご飯くんね。いや出るでしょ、出ようよ。ここは結構引いたからね、僕結構家でも寝ずに引いたんですよ。うん、チャオズまあね、あの応援しに来てくれたから出る気持ちはわかる。うん、うん、シルエットで完全にヤコンって秒で分かりましたね。あー、悟空さん、まあ嬉しいですけど、まあただ SSR 出てないからまだ希望あるよ、まだ希望あるよ。はい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 、トランクス君、まだ SSR で、これ最後に来るんじゃないんですか、これは、これ来てるんじゃないですか、これ最後にこれ撮ってるやつでしょ、これ運営さん。バドスはめっちゃ嬉しいですよね。まあ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 、まあ僕今ドッカン学生させたいブロリーさんいますから、まあ彼を先にさせてからもう一回流石貯めてチャレンジしようかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。待ちかな。スーパードッカンロード、先日ね撮影終わりで課題であったね、ドッカン覚醒するための、ブロリーさんをねドッカン覚醒させるためのメダル集めをしたんですけれどもですね、とうとうですね、ブロリーさんの覚醒メダルが集まりました。ということでね、皆さんと一緒にブロリーさんをドッカン覚醒させたいと思います。ドッカン覚醒いきます。行くんだ。おーい、めちゃくちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいいんですけど、やばいっすわ、かっこよ。相手に超巨大ダメージを与えるオメガブラスター、いいですね、ちょっといいですよ。そんな感じでね、引き続き頑張っていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。りょうでした、バイバイ。デッドハードからやっていきたいと思います。いやー、あ、すごいすごい、セリファの回避のあれを上げたんですよ。すごい、そしたらセリファ結構避けてくれるんですよね。なんかちょっと女の子だからってひいきしても、もう回避マックスにしたんですよね、セリファだけ